ギルフィ、ソウル・シグルズソンは、アイスランドレイキャビーク出身のアイスランド代表のサッカー選手。エバートン FC 所属。ポジションは MF。アイスランドのレイキャビークハフナル・フィオルズールで生まれた。地元のクラブとブレイザブリックユーブックでプレイし、U-17 代表でもあった。2005年10月1日に、レディング FC のユースチームと契約する前に、 アーセナル FC のトライアルに参加していた。レディングのユースとリザーブチームで3年間過ごした後、2007から08シーズンが開幕する前に、ギルフィと他5名の若手選手たちは、プロ契約を結んだ。2008から09シーズン前に、背番号34が渡され、2008年8月のタゲナムレッドブリッジ FC 戦で初めて、ベンチ入りしたが出番はなかった。 その2週間後、リーグカップのルートンタウン FC 戦に59分から出場し、プロデビューを果たした。同じく、リーグカップのストークシティ FC 戦で途中出場するも、2から2で到着したままになり PK 戦に突入。キッカーの一人を務め、PK を決めた。ファーストチームでの経験を積むために、ギルフィは、シュルーズベリータウン FC へ1ヶ月のレンタル遺跡の契約を結び、 2008年10月の AFC、ボーンマス戦でリーグデビューをした。このレンタル期間中に6試合出場し1ゴールを決めた。その後、レディングに戻り FA カップのカーディフシティ FC 戦に出場したが0から2で敗北。2009年2月にエマージェンシーローンでクルーアレクサンドラ FC に加入すると2日後のブライトンホーブ・アルビオン FC で移籍後初。 出場すると89分に得点し、4から0の勝利に貢献した。2009年3月には、レンタル期間が延長された。ギルフィは、ミルトン・キーンズ・ドンズ FC とジェルトナム・タウン FC、それぞれにゴールを決めるも、4部への降格を防ぐことは、できなかった。2009年8月11日、ホームで行われた、リーグカップ1回戦。 バートン・アルビオン FC 相手に35ヤードもの、外からシュートを放ち、レディングでの初ゴールを決めた。2009年9月19日、ピーター・バラ・ユナイテッド FC 戦で、初リーグ戦ゴールを決めたが、チームは2から3で敗北した。FA カップでは、プレミアリーグに属するリバプール FC と、ウエスト・ブロムウィッチ・アルビオン FC 相手に、バンクルワセに大きく貢献をした。 2010年1月13日、FA カップ3回戦のリバプール戦で、ロスタイムも残りわずかな時に PK を獲得、ゴールを決め1から1の引き分けに持ち込んだ。延長戦で、シェーン・ロングがゴールを決め2から1で勝利した。続く4回戦では、バーンリー FC 戦で87分に、決勝ゴールを決めた。5回戦のウェストブロム相手にロスタイムに、 決勝ゴールを決め3から2と勝利した。3月度に6試合5得点を記録すると、ニューカッスルユナイテッド FC のピーター・レーベンクランズ、ウェストブロムのグレアム・ドランス、クイーンズ・パーク・レンジャーズ FC のアデルター・ラブトを破り、月間最優秀選手賞を受賞した。また、監督のブライアン・マクダーモットも3月度の月間、最優秀監督賞を受賞した。 最終戦のプレストンノースエンド FC 相手にゴールを決め、シーズンを良い形で締めくくった。この試合前には、チームメイトのジミー・ケベとライアン・バートランドを破り、チームのプレイヤー・オブ・ザ・シーズンに選ばれた。ケベとバートランドは、それぞれ2番目、3番目に選ばれた。ギルフィは、全大会合わせ44試合21得点と、実りの多いシーズンを過ごした。この活躍と、 若さから、プレミアリーグの複数のクラブから問い合わせがあったが、2010年5月に3年契約を結んだ。開幕戦のスカンソープユナイテッド FC 戦は1から2で敗北したが、ギルフィ自身は2選手を抜き去り25ヤードものシュートを放ち、シーズン最初のゴールを決め好調なスタートを切った。8月28日、アウェーのレスターシティ FC 戦で22分に、 ショートレンジのチップキックでゴールを決めた。試合後の夜にアイスランドのメディアはギルフィが TSG1899 ホフェンハイムのメディカルチェックを受けるために翌月曜日にドイツへ飛び立つことを伝えた。8月31日にホフェンハイムへの加入が決定。移籍金は明らかにされなかったが、 レディングはこれまでのクラブ記録だったケビン・ドイルの遺跡金650万ポンドを超えたことを発表した。2010年9月10日のシャルケレイオン戦にかられと調理しているところに試合終了残り10分で出場し遺跡後デビューをした。1週間後の 1FC カイザースラウテルン戦で77分から途中出場するとファーストタッチとなった FK で20ヤードの距離から 遺跡後初ゴールを決め2から2と引き分けた。アウェーの1、FSV マインツレー5戦では2から4と敗北したが、25ヤードの FK を決めて2ゴール目を記録した。ホームに迎えたハノーファー96戦では、PK を含めた2ゴールを決めた。2011年5月25日に、ギルフィはスタメン出場13試合にもかかわらず、2位の守護神。 トム・シュターケに200票以上の差をつけて、ファンが選ぶプレイヤー・オブ・ザ・シーズンに選ばれた。全大会計10ゴールにアシストを記録した。2011から12シーズン前半は、序列が下がっていったため、わずか出場7試合とあまり試合に出られない日々が続いたため、クラブから離れることになった。2012年1月1日に、シーズン残りまでの契約で、 プレミアリーグのスウォンジーシティ AFC へローン移籍した。1月15日のアーセナル FC 戦にハーフタイムから出場し、プレミアリーグデビューを果たした。ダニー・グレアムの決勝ゴールをアシストし、3から2の勝利に貢献した。2月4日のウエストブロムビッチ・アルビオン FC 戦で移籍後初ゴールを決めた。移籍してから4試合で3アシストを記録した。 3月3日のウィガンアスレティック FC 戦で FK を含めた2ゴールを上げ2から0で勝利した。2週間後アウェイのフラム FC 戦で再び2ゴールを決め3から0で勝利した。4月1日のアウェイホワイトハートレーンで行われたトッテナムホットスパー FC 戦でチームは1から3で敗北したがギルフィはゴールを決めた。これらの活躍から アイスランド人選手初受賞となる3月度のプレミアリーグ月間最優秀選手賞に選ばれた。次の得点はブラックバンド・オーバーズ FC 相手に決め勝利し、これでクラブは勝ち点42ポイントとなった。5月28日にスウォンジーは680万ポンドの遺跡金を支払うことでホッフェンハイムと合意しメディカルチェックをパスしていたが監督のブレンダン・ロジャーズが リバプール FC へ就任することになったため移籍を決意。会長のヒュー・ジェンキンスは何とか止まるように説得するも契約は取り消しとなった。このレンタル期間中にギルフィは出場18試合で7ゴール4のアシストを記録した。恩師の後を追ってリバプールへ移籍するものと思われたが7月4日にトッテナムホットスパー FC へ加入した。トッテナムは アンドレ・ビラス・ボアス新監督を迎えてから最初の補強になった。オフ中のフレンドリーマッチでは後半から出場するとスウォンジーシティ AFC 相手に初ゴールを決めた。7月31日のニューヨークレッドブルーズ戦で決勝ゴールを決め勝利した。2014年7月23日、スウォンジーシティ AFC にミシェル・フォルムとベン・デイビスとのトレードで2年ぶりに復帰した。 2015から16シーズンは11ゴールを挙げる活躍でチームのプレミアリーグに残留に貢献。2016から17年シーズンは9ゴールを決め、プレミアリーグ3位となる13アシストを記録、クロスの数は305とプレミアリーグ最多数となるなど、ジョレンテと共にチームを牽引、プレミアリーグ残留に貢献した。2017年8月16日、5年契約で、 エバートン FC へ移籍することが発表された。移籍金は未公開であるが、クラブ史上最高額となっている。24日の UEFA ヨーロッパリーグプレイオフ第2戦のハイルクスプリト戦でゴールから45メートルの長さでシュートし戦列が移籍後初得点を挙げた。2018から19シーズンは13ゴールを決め、リシャルリソンでアンドラーデともに、 チームのトップスコアラーになる活躍を見せた。ギルフィは UEFAU-19 欧州選手権2008予選に出場。1次予選で2ゴールを挙げると、続く2次予選でも2ゴールを決めた。しかし、最終戦の U-19 ブルガリア代表に敗れ、勝ち点3を獲得することができず、本大会行きを逃した。2007年11月の U-21。 ドイツ代表で後半から出場して U-21 代表デビューを果たした。4日後の UEFAU-21 欧州選手権2009に延長時間に交代出場し、大会初出場すると残りの試合でもプレーした。最終戦となった U-21 スロバキア代表戦でギルフィは先制ゴールを決めるもミロスラフストフに決められ1から1と引き分けに終わった。 アイスランドはプレイオフ進出へ失敗するも次の UEFAU-21 欧州選手権2011では明るいスタートを切った10月の予選 u 2 1ンマリの代表戦で今大会初出場すると翌月の同相手に16分にゴールを決め6から0の勝利に貢献した2010年5月にアンドラ代表戦でアイスランド代表として A 代表デビューを果たすと4から0で勝利した。2点目となったゴールを FK でアシストし、勝利に貢献した。また、UEFAU-21 欧州選手権2011、プレーオフの U-21 スコットランド代表戦では、セカンドレグで2ゴールを決め2から1と勝利。2試合、K4 から2となり、本大会進出を果たした。 UEFA ユーロ o 2016予選では、オランダ代表相手に2試合で3得点挙げ、予選通算6ゴールを決め、アイスランドの UEFA ユーロ o 2016本大会出場に貢献した。2018FIFA ワールドカップでは、グループリーグのクロアチア戦で PK によるゴールを決めている釣りはしないと主張するにもかかわらず、ギルフィは2011年に、ラットナエフと呼ばれるフラットエイリの漁業会社の 会長に就任した。ありがとうございます。